戦略シミュレーション、タイニーメタル。世界規模で熾烈な戦いが繰り広げられた全地球大戦から50年、人類は荒廃しつつある大地の上でようやく争いをやめ、静かな安寧の時を得ていた。だが陸や海に残った戦争の傷跡は深く、数キロ先の視界も見通せない正午や大戦時に使われた兵器の影響によって今も続く電波障害などで、人類のかつての栄華を忍ばせる文明は闇の中へ去りつつある。領土、資源、そして富を狙う侵略や征服は大戦後も幾度となく繰り返され、悲劇はさらなる悲劇によって塗り替えられてきた。アルテミシア、かろうじてまだ美しい山や森、川や谷を守っていたこの小国も、そうした戦火から逃れきることはできず、たびたびの防衛戦争を経て辛くも生き延びることに成功してきた。アルテミシアが最後に経験した戦い、ゼルツァー戦役は、侵略者から国を守った戦いとして人々に記憶されている。だが束の間の平和にまどろむアルテミシアの政府や国民の中には、その戦いが残した真の暗い影に気づく者はまだ誰もいなかった。アルテミシア国王機撃墜、外遊から帰国の途にあった国王専用機が所属不明の機体の突然の襲来によって撃墜されたという知らせは、アルテミシアの国中を叫びと涙であふれさせた。ゼルツァー戦役を奇跡の逆転勝利へと導いた英雄ルジャ・リンドバーグ大佐が乗った随伴機も行方が分からず、今なお生存不明との情報にアルテミシア国民は悲嘆に暮れた。そんな中、唯一生還した護衛機に残された映像により、奇襲攻撃による暗殺の首謀者が割り出された。それは鎖国政策を敷く謎多き国ジパング。アルテミシアの全ての国民が怒りでその胸を満たしていたその頃、ジパングの中枢では果てしない回数の御前会議が重ねられていた。雲急ろく、武勇と義に厚い軍人であり、屈指の家柄を誇る大名として、ジパング国内で彼を知らない者はいない。海を隔てた国であるアルテミシア国王の暗殺、その情報にジパング軍司令部は耳を疑った。無関係な他国の王を奇襲で暗殺するなど、名誉と誇りを重んじるジパングにおいてはありえない。国王機撃墜事件のその日、ジパング領空を出た軍用機はなく、これは罠であると、ツクモは生還を提案する。だがジパング国内でツクモ家に匹敵する格式高い家柄、タタラ家の当主忠興は、暗殺容疑はジパングの尊厳が国際的に傷つけられ、濡れ衣の汚名を着せられた放置できない事件だと断じ、アルテミシアへの報復を強く主張。ジパング軍の司令部はタタラの強い主張に折れ、ついには報復攻撃案への同調へと飲まれていった。これに侵略の意図はなく、あくまで報復的措置である。かくしてジパング軍の一個歩兵師団はアルテミシアを目指して荒波を越えていった。アルテミシア北西部沿岸地域の守備を任されているネイサン・グリースと彼の部隊は、上陸するジパング軍の情報をキャッチ、ゼルツァー戦役の傷が未だ癒えぬこの大地へ新たな火種が投げ落とされた。その火種は絡み合う各々の思惑を焚きつけながら、戦火が今燃え上がろうとしていた。国王陛下と大佐が亡くなっただなんて、俺にはまだ信じられない。リンドバーグ大佐と国王陛下はきっとまだ生きていて、
どこかで救出を待っているはずだ。そうだ、きっとどこかで国境沿岸を守る部隊として、俺は国王陛下と大佐の乗っていた機体を探さなければ。海ならきっと不時着し、海岸ならばどこかの入り江に退避して俺たちが発見するのを待っているに違いない。隊長、偵察隊より報告。海岸付近に正体不明の信号を受信。まさかリンドバーグ大佐の機体が流れ着いたのか。こちらからの呼びかけに応答がありません。距離徐々に迫っています。漂着あるいは接岸するものと思われます。第一種警戒警報、呼び続けろ。俺もすぐに司令部へ行く。今日も勝負が視界と通信を邪魔しているな。クソ、どうかリンドバーグ大佐であってくれ。応答せよ。繰り返す、所属を言え。やはり応答がない。所属不明の部隊とみなし応戦態勢を取る。各部隊は戦闘配置につく。はっ。こちらはアルテミシア第一師団、ネイサン・グリース少尉。所属不明部隊に次ぐ。停止せよ。これは警告ではない、命令だ。前進はアルテミシアへの侵略とみなす。応答ありません。不明部隊前進してきます。やむを得ない。総員迎撃用意。これは訓練ではない。ここで奴らの前進を止めるんだ。了解。リンドバーグ大佐がいない今、ここは俺がやるしかない。隊長、いつでも準備はできております。よし、移動してみろ。移動させたいユニットを選択してくれ。青いエリアが移動できる範囲だ。移動し終わったら次に行動を決めてくれ。指示を間違えた場合でも戻ることは可能だ。落ち着いて対処しろ。はっ、了解であります。移動後には周りの地形や敵が映し出される。視界を広く取り、常に索敵を行え。隊長、目の前に敵がいます。よし、接近して攻撃しろ。側面や背後から攻撃するとダメージが増加するぞ。はっ、やってみます。隊長、敵から反撃を受けました。落ち着け。こういう時は、そうだ、地形を利用するんだ。森林、丘などの地形にいるとダメージが減るぞ。戦略ディスプレイの右下を見れば詳細がわかるはずだ。はっ、了解であります。無理をするなよ。ユニット内の人数が減っていると敵に与えるダメージが低下してしまう。だがそれは相手も一緒だ。相手の人数を減らせれば受けるダメージを減らせるぞ。つまり先手必勝でありますか。そうだ、常に自分たちから攻撃を仕掛けていき、有利な状況を作るんだ。はっ、了解であります。 Sir, your orders?
Sir, your orders?報告しろ。隊長、これを。これは敵の紋章か。ジパング軍についての情報は極めて少ないが、これは名門つくも家の家紋。侵略者はジパングのつくも指揮下の部隊だと考えて間違いないな。ジパング、あの鎖国している島国のジパングですか。そうだ、謎の多い島国ジパングの中で最上位の家臣と言われているつくも家の紋章だ。もし国王陛下と大佐の蒸気がジパング側に不時着しているとしたら、公開された映像から想像すると大佐の飛行機は間違いなくボロボロだ。生存さえもまだわからないが、俺たちは大佐の飛行機を探さなければならない。はっ、隊長、敵の残存兵力退却中の様子。よし、直ちに敵を追撃する。反攻部隊の編成を行う。はっ。リンドバーグ大佐、見ていてください。俺たちが国王陛下の、そして大佐の仇を討ちます。そうか、とうとう動き出したのね。この機会を逃してはない。アルテミシア軍に接触する時が来た。